はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第154回でございます。で、えっと、今回先週からのまあ続きみたいな感じですけど、どうする夏、1、2年生編をお送りします。で、あと、あのスキルをっていうのと、テーマはメリハリっていう感じですね。で、えっと、先に話しておくと、え絶対短く済ませます。あの、受験生にとってはね、まあ、受験ってね、意識はあると思うんですけど、1 2年生、夏どうするいて勉強しろって言うんでしょう、どうせ、みたいな。 感じになっちゃううと思うんで、まあ、もちろんその話もさらっとはするんですがあのぜひこの夏休みを使ってこれをちょっと意識してほしいなっていうのを少しだけお伝えできたらと思うので、まあ、よかったらねちょっと短く済ませますのでお付き合いくださいでえー、っとまずそのね宿題をやるとか勉強するっていうのは当然なわけですよでまあ、えー、もう受験を意識してる子それは高1高2でも中1中2でもそうですけどで受験をな <laughs> だ受験を意識してる方にとっては まず、え、一年生、今ね、現在習ってるところまでで苦手なところをもう重点的にやっていきましょう。あの、とにかく穴をなくすっていうイメージなんですけど、例えばいろんな単元勉強してきましたよね。いろんな科目で。その中で得意不得意あるじゃないですか。で、自分は不得意だったり苦手、得点を落としやすいところをよく落とし穴っていう表現をするんですけど、受験の時はその落とし穴をどれだけ少なくするかっていうのがすごく大事なの。 で、なぜなら、どれが出されるか分からないから。もしかしたら、みんなが苦手なところが出題されないかもしれない。だから、落とし穴のままだったんだけど、受験でその問題が出てこなかったから、落とし穴に引っかからなかったと。ラッキーラッキー。っていうこともあり得ますけど、逆もしかりで、落とし穴をそのままにしておいたら、それががっつり出されたと。受験本番でね。そしたら、その分、がっつり落とすわけじゃん、得点を。っていうことも起きてしまうので、 できる限り落とし穴は早めめに埋めておくのこれは3年生になって周りが受験受験ってなった時にスタートでももちろんいいですけどでもその分苦労するからやっぱりで今そのね3年生になってから1年生のことを振り返るよりも1年生のみんながこの状態で振り返った方が記憶がまだ近いんであここ苦手だったなとかっていうのが分かりやすいんだよねだ例えばこの単元苦手だったなっていう記憶よりも この単元のこういう問題苦手だったなっていう方がピンポイントで穴を埋めれるのね。で、ピンポイントの方が勉強時間少なく済むから。だから、えっと、まあね、この夏休み、もちろんね、たくさん遊んでください。あの、メリハリって書きましたけど、たくさん遊んで、そこそこ勉強すると。本当はたくさんって言いたいけどね。うん、でも、まあ1、2年生に関しては宿題っていうものをきちんとやるっていうところは前提になりますけど、うん、ある程度ちゃんと勉強するんだったらたくさん遊んでいいかなと思います。 うん。はめを外しちゃダメだよ。ね。例えば、この、なんだ、警察のお世話になるとか、そういうのは絶対ダメだけど。うん。なので、まあ、自分のね、ここまでの勉強を振り返って、ピンポイントで、ね、穴を埋めるというのをぜひやってみてください。まあ、っていうのはね、まあ、塾通ってることか、まあ、自分のね、親御さん、保護者とか、学校の先生にも言われるわけですよ。きっと面談で勉強しろよとかね。分かっとるわ、みたいな。 感じがすると思うのでぜひ今回、えーとね、みんなでちょっと意識してほしいのはあのスキルをっていうとこなんです。はい、でこれ何かっていうと自分がよくね話をする仮眠スキルなんです。これ仮眠です。あの仮,に眠るね、仮眠。る仮眠ちょっとこれはでは10分寝ようとそういうやつです。でまあ、よくね受験生の子たちなんかがこれから相談が増えるんですけど眠くなっちゃうと。 で眠くなっちゃっとき、勉強しててね、眠くなっちゃうときは寝ちゃっていいんですかねとかっていう質問をいろいろいっぱいいただくわけですよ、パターンによって。で、自分はよく仮眠スキルっていうのを身につけようっていう話をするんですけど、自分がそうやって練習して仮眠スキルをゲットした人間なんで、あのー、眠たいなーって思ってるときは集中力切れてますね、基本的には。切れてるときに、無理やり勉強してもやっぱり頭には入らないです。入ったとしても効率がかなり悪くなる。であれば、 ちょっと寝て頭をスッキリさせた方がめちゃくちゃ効率が良くなるの。短時間で。で、短時間でギュッて勉強してしまった方が残った時間を違うことに使えるわけじゃん。それ遊びで使ってもいいし。なので、その仮眠スキルが必要だと。で、仮眠っていうのは基本的に15分。10分15分がベストって言われます。30分以上寝てしまうと、これは逆効果になるよ。そう。 なので、10分とか15分で起きるっていう練習をしてほしいの。で、なんでこの夏休みにって言ったかって、これ理由が何個かあるんですけど、まず一つとしては、夏休みってどうしてもだらけれるの。もう、油断せればどんどんだらけられるから。もう俺とかね、典型的にそうだったからね。そう、どんどんだらけられる。でも、だらけられる時に、仮眠っていう。いっぱい寝れるんだよ。いっぱい寝ても構わないんだよ、本当は。 部活が終わって、ね、帰ってきて、疲れた、っつって。で、そこそこ遊んで、夕方、みたいな。あ、勉強、あ、やばぱ勉強眠い、みたいな。<laughs> の時に、ちょっと寝よう。やっべえ、夜の2時なってんだけど、みたいな。風呂入ってねえんだけど、どうするみたいな。感じではなくって、それを10分って。で、10分経ったら起きる。で、起きたら、最初慣れるまで頭すっきりしないから。あいやいや、あいつ頭すっきりするっつったじゃねえかよ、みたいな。感じするだろうけど、これは、 もう少なくても1、2ヶ月練習が必要なの。基本的にはね。体が慣れないといけないから。でも慣れてきたら本当に頭すっきりするから。あれって。やべ、いけるかも。っていう風になるの。毎回じゃなくてもね。で、そのだらけられる時にそれを練習するっていうことがすごく大事。メリハリがつけれるから、それだけでも。で、もう一個は、やっぱりあったかい時期の方が仮眠しやすいんです。これは寒い時期の方が寝てしまうの、やっぱり。そう。 だから、この夏、あったかい時期に、もちろんクーラー入ってる間は構わないから、そう、今のうちに習得しておくと、これから先、まあね、もちろん受験がまだ先かもしれない。1年生だったらまだ2年後だからさ、まだ先の話だけど、テスト勉強の時とか、経験あると思うんだよね。勉強して、やーわ、もう超眠いよ、みたいな。時もあると思う。集中力切れてるわ、みたいな。そういう時に、10分の仮眠、15分の仮眠っていうのは、必ずこの先武器になるから。 これは社会人になってもそう。うん。人間は何時間も何時間もね、8時間も終局ずっと続かないから、基本的には。超人でない限り。だから、そういった時に切り替える武器として持っておくと、この先すごく、ね、役に立ちますので、ぜひ仮眠の練習をしてもらえたらと思います。で、練習の仕方としては、これは自分がやってた方法ですけど、自分も一回寝てしまうともうがっつり寝てしまうのね。深く眠るタイプだったので。 で、まず最初はやっぱり目覚ましを使います。携帯でも構わないし、目覚まし。あとは、えっと、となご家族に、家族にね、ちょっと頼むと。頼むから起こしてくれと。で、自分は、えっと、どんなに起こされても起きないの。そう、体を揺さぶられても起きないけどね。で、最初、おさんにね、あ母親にね、頼んでたんだけど、母親が切れるっていう。なんとか起きないじゃんみたいなそう。もう知らないみたいなね。 そういうことを何度も繰り返したけどでも徐々に徐々に成功率を上げていくので慣れてくると目覚まし最終的には目覚ましとかなしで起きれるから今の自分とかそうですけどよっぽどくたくたに疲れてない限りは基本的に10分で起きれます目覚ましなしでそう10分で起きようと思って仮眠だぞって言って寝るからねでそこまで行くにはもちろん時間がかかりますけど徐々に徐々にそうやって練習していくで10分経って起きるじゃん起こしてもらったり起きるでしょ 眠いんだよ最初。さっきも言ったように体が慣れてないんでその10分で寝るっていうことに。でも、その後、うわーもう眠い、もう一回寝たいって思って、も勉強しなくてもいいから起きてください。寝ちゃダメです、二度寝は。二度寝してしまったら練習にならないので、起きて、その後、テレビを見るか何するか構わないですけど、できる限り体を起こすっていう。それを何度も何度も繰り返して、ぜひ、あとね、夏休みまだ1ヶ月ありますので、ちょっと意識して、 やってもらえたら嬉しいなと思います。で、それをぜひ、ちょっと、この後1ヶ月続けてもらったら、9月から学校始まっても、ちょっと取り入れてってください。はい。でもさっき言ったように、慣れてくるまでには、まあ、1、2ヶ月少なくてもね、1、2ヶ月はかかります、きっと。もちろん、普段からやってる子はね、すぐ慣れるでしょうけど。なので、ぜひ、あのね、ちょっと辛抱強くっていう形にはなってしまうんですが、何度も言うように、後々絶対武器になりますので、仮眠っていうスキルに関しては。 なのでね、ちょっと意識してやってもらえたらと思います。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第154回テーマ、どうする夏、1、年生編をお送りしました。えー、今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回は8月1発目ですね。まあ、どうする夏をね、2週連続で話したので、まあ、ちょっと違う感じのも話していこうかなとは思っているんですが、 まあまあ、ょっと決定してないんで、これとは言えないんですけど、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。